去年の銅メダリスト、フランス代表のブシャールは柔道への思いが他とは違う。Et si aujourd'hui je fais aussi du judo, c'est aussi pour lui parce que le judo c'était moi et lui, c'était vraiment ensemble. しかし父は娘に影響を受け始めた柔道で怪我を負い帰らぬ人に。その負い目から一旦は柔道に背を向けていたが、決意のカムバック、亡き父へ世界一を捧げるために。